聞いたのさ、昨日さ、あのね、コヨとルルイとノエルとスイちゃんとミコと通話してたんだけどさ、夜に。なんかその時にさ、ノエルがね、ミコとコヨのこの射程関係みたいなのていなーって言ってくれたわけよ。だからもうコヨもヒヒヒヒとか言ってなんか照れてたわけ。かわいいでしょ。で、照れてて、まへねみたいな。コヨのカップリングは配信だとは言わせないぞ。あの、コヨと配信停滞とは言わせないぞ、ミコはっていう発言をしたわけ。そしたらさ、あの空気がね、え、何言ってるんですかみたいな。あ、ちょっと待って、ミコ先輩どういうこと、え、どういうことみたいな感じの空気になっちゃったわけよ。ミコがね、その言いたいの、なんかコヨとね、話してて、コヨが、いやなんか最近ファンの人がその配信、コヨは配信とのカップリングだよねみたいな感じでね、言われてたんですよとか言ってたから、そいつはひでえや、確かにコヨは配信のこと好き好きだけど、そいつはひでえやという話をしてたわけよ。カップリングがあるじゃん、カップリングがなんかプライ…違う…もう、今まさにこのコメント欄みたいな感じでね、みんながね、ハテナという感じになってたわけ。もうすごい恥ずかしかった、ミコはなんかもう。何を言ってんのみたいな。え、わかんない。ミコはもう、コヨの定型は配信とかじゃなくて、ミコというものがいるからもう、大丈夫だよ。キラン!みたいな感じの、ムードをしたんだけど、え、ビジネスってことですかみたいな感じになって、違くて、そういうことじゃなくてっていう感じだった。よくわからない。おじさん寝ない？あ、寝るよ。でさ、寝るわ。もうミコも自分でさ、説明うまくできなかったからさ、なんでもないってなった。忘れて。日本語って難しいね。うん、本当に難しいなって思った、ミコは。